広島広域都市圏200万人の民を心を一つにするのじゃ。元就200万一新。いや、郡山城久しぶりですよ。そういや元就さん昔住んでたんですよね。そうじゃぞ。住み始めてから今年で500年を迎えるんじゃ。それを記念したお祭りがここ安芸高田市で開催されるぞ。おお、それは節目ですね。ちょっと気になりますね。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、木本さん、その格好気合入ってますね。入ってますよ。いや、なんか安芸高田市で元就さんのお祭りが開催されるんですよね。はい、はい、そうなんです。今年は毛利元就が郡山城に入城してちょうど500年なんです。うん、それを記念した毛利元就フェス2023を開催する予定です。おお。安芸高田市では9月16日と17日に和紙をテーマにしたお祭り毛利元就フェス2023を開催するぞい。ステージイベントや物販飲食コーナーなど盛りだくさんじゃ。具体的にどんなイベントなんですか？はい、今回は毛利元就にゆかりのある町が大集合します。学芸員たちのトークイベントやゆるキャラたちもたくさんやってきます。で、2日目には安芸高田の新名物安芸高田焼のお披露目もあります。どうですか、これイベントの時に試着できるそうですよ。お主、なかなか似合っておるの。いざ毛利元就フェスに出陣。わあ、いいですね。ですね、盛り上がりますね。テンション上がりますね。はい。その他イベントでは VR で郡山城を途上体験できるコーナーもあるんじゃ。すごい、石垣もものすごいリアルで、空も地面もすごいですね、これね。ええ、これは忠実に当時の地形を再現してますので、郡山城にも本当にいるような感じになるんですね。そうなんです。すごいわ。安芸元さんはこのイベントを企画されたということで、はい、特にこう思い入れがあるんじゃないですか。そうですね、うん、ようやく実現したフェスですので、ぜひたくさんの皆さんにですね、お越しいただきたいですね。うん、毛利元就フェスは9月16日は安芸高田市民文化センター、17日は夢タウン吉田駐車場特別会場にて開催するぞい。詳しくは安芸高田市ホームページを確認されたし。9月16日17日に世羅夢公園にて第23回フルーツ王国世羅高原夢祭りを開催。秋の世羅高原を満喫できる祭りにご家族揃ってお越しください。いやー、元就さんのお祭り見逃せないイベントが盛りだくさんでしたよ。わしもお忍びで行ってみるかの。いやいや、元就さんが行ったらもうお忍びにならんすよ。もうやめてください。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントするぞい。番組ホームページからご応募されたし。200万一新。おー。